オルドーニョ二世はガリシア王、レオン王。彼は自分の管理下に置かれたレオン王国の領土のみを従属させ、当時イベリア半島の大部分を征服していたイスラム教徒との戦いに守備よく戦った勢力的で積極的な統治者であった。彼の知性は戦術的かつスムーズにアストリアス王国から、 すでに王家の本拠となっていたレオンを首都とする、レオン王国への移行を行ったことで特筆される。オルドーニョは、アストリアス王アルフォンソ三世と、王妃姫名の次男であった。父は、オルドーニョを、バヌカシー家の宮廷で教育を受けさせようとサラゴサへ送った。彼は、父の在位中に、父と共に政治を行った。理由は明らかでないが90、909年に、 アルフォンソ3世の息子たちは父に対して反乱を起こした。オルドーニョの兄ガルシアは逮捕され、ガウソンの城に囚われた。1年後、アルフォンソ3世は息子たちによって廃位され、王国が分割された。レオン王国は、長男ガルシアが、アストリアス王国は三男フルエラーが、ガリシア王国は、オルドーニョが相続した。ガルシア1世は、 弟のオルドーニョと距離を保ち、対立関係にあった。914年、このないガルシア一世が死ぬと、オルドーニョが、レオン王位についた。オルドーニョは、その後、二つの前線において先祖が行ってきた、キリスト教生体の拡大を続けた。王国の南西部で、彼は、メリダやエボラを略奪し、彼が退去した後の土地を、地元のイスラム教徒総督に購入するよう強いた。 東部においては、パンプローナーを三蝶一世と同盟し、コルドバの大衆、アブド・アラフマーン三世と対抗した。917年、ムーア人たちは、サン・エステバン・でゴルマスの戦いで敗走した。翌年に、バヌカシー家から、アルネードとカラオーラを奪った。アブド・アルラフマーン三世の対応は厳しかった。920年に彼は、オスマとサン・エステバン・でゴルマス奪還のため軍を、 進軍させた。彼は、ナバーラ領内を横断し、バルデフンケーラの戦いで、キリスト教徒軍を破り、トゥイとサラマンカの死教を逮捕した。パンプローナ王国そのものを粉砕しようとしたにも、かかわらず、彼は、莫大な戦利品に対処しようとしたのである。サンチョ一世の要請でやってきたオルドーニョは、 カスティーリアの伯爵たちが要請に応じず、現れなかったことが敗退の原因であるとした。彼は、テハーレスに、カスティーリアの伯爵たちを集めさせ、彼らを殺害した。キリスト教軍は、即時に反撃し、ラリオ派を占領、ナバーラにナヘラとビゲーラを併合した。924年、サモラからレオンに戻る途中で死去した。最初のヒエルビラ・メネンデスとの間に、 以下の子供を設けた。922年、アラゴンタ・ゴンサレスと再婚。王が彼女を拒絶したため離婚。子供なし。923年、パンプローナ王女サンチャと再婚したが、二人の間に子供はなかった。サンチャは、王と死別後、アラバハク、アルバロ・エラメリスと再婚。再び死別後、カスティーリャクフェルナン・ゴンサレスと再再再婚した。ありがとうございます。